皆様、はじめまして、こんにちは、こんばんは。 MM チャンネルのみーです。そしてまこです。はい、今2人でニコニコしてるのが私たちです。はい、ということでですね、今回は視聴者参加企画になります。ゴールデンウィークスペシャルです。ということで、見ていただけたら分かるように視聴者さんいらっしゃいます。はい、でですね、この方、他の、マインクラフトと、スプラトゥーン2も今もう収録終わったんですけれども、そちらにも参加していただいているケイゴさんです。ありがとうございます。はい、ということでですね、早速始めていきたいんですけれども、私ロビーを作るのが初めてなので、これ OK すればいいんですかね。始めていきたいと思います。 OK。 はい、ということでですね、バトルをやりたいと思います。パックン VS スパイ。はい、ということで、CPU も入れてやります。 OK。 OK。 あ、全員同じチームに、そうしましょう。全員同じチーム対普通の CPU たちと戦うことにします。最近またマリオカートやりだしたので、ちょっとやってるんですけど、どうかな。みんな同じチームなんでね、皆さん、あ、頑張りましょうね。2、1、いくぞ。あ、みんないる。バイバイ。私がクッパを捕まえた。そしてここにいるサロンを捕まえる。カノン待て。あ、あ、誰か来てくれた。あ、ナイス。あ、ケイゴさんだ今の。すごい。あ、あそこにクッパがいる。ジュゲームもいるよ。ここにいるよ。みんなここにいるよ。いるよ。ジュゲームがどこ行った。お、どなたかが捕まってなかった。ここで守るぞ。あ、来た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 。誰か見た見た見た。やー、素晴らしい。村人頑張った。そう、そこじゃないですよね。村人の次がケイゴさんでした。これが最後の試合になります。あ、最後のバトルですね。とりあえずパックン VS スパイの最後です。今11、ジュゲムも11。よし、逃げるぞ。今回こそ逃げるぞ。さっきはあんまり動かないで行ったらすぐ捕まっちゃったから、動いてる方が良さそう。3、2、1、動く。そして、危ない。ああ動いて、もっと動いてないとダメなんですかね、これは。ああ、どうしたらいいんだろう。ヘルプ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 。これ真ん中しかないのか。おいと、よしよし、これ真ん中しかないのか。もう一個ある。どなたか捕まってる。助けに行こう。助けに行きたい。助けに行きたい。マコシにやられた。私も踏めそうだったのに。あ、ない、触っちゃった。マコシ触ったよ。私2個ありますね。11ってなってる。え、よし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 、ここは助けやすいかも。あ、でもあっち側が 4人も捕まってる。あっち側を助けに行かないと。危ない危ない。あ、開いた、大丈夫だ。あー、めっかいめっかい、いっぱい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 いる。逃げろ。あ、後ろに投げたかった。次は1人捕まってる。よし、その1人を私が、その1人を私が助けに行く。どこだ、場所がわからない。ここはどこ、ここはどこ。あー、捕まっちゃった。これは助ける場所がわからないと何もできないですね。あー、もう一人捕まっちゃった。大変。あ、マクシだマクシだマクシだ。
になった。あれ、これもしかしてケイコさんですかね、このミーの人。このミーの人、みんなで捕まっちゃいましたね。うわ、助けてくれた、すごい。すぐそこに、すぐそこに助ける場所があった、素晴らしい。あ、開いた、全員逃げた、よしよし。あ、マグシ止まってる、大変、助けに行かなきゃ。こっちかな、くれない、真ん中の方、こっち行ける。私、あ、誰か、やだ、誰か、ルドービンが助けてくれました。あ、あっち側、あっち側、左側が2人いる、捕まってる、助けて。あ、私が捕まってる、マコシ開けた、すごい、よしよしよし、また助けられた。ここ真ん中助けやすいですね、端っこが分かってない。私、左側のところ、危ない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 、どっち側だろう、危ない、どこだろう、逃げ切れば勝てる、逃げ切れば勝てる、逃げ切れば、え、そうなんですか、ちょっと待ってください。ミさんだけ、ミさん逃げ切ったマコジすごい。はい、ということで勝てた。あ、マコシですよ、1位すごいですね、最後のあの9人助けたのが効いてましたね。はい、ということで、とりあえずパックン VS スパイはみんな勝利を収めることができました。はい、ということで次は風船バトルにします。風船バトル個人戦、ノーマルアイテム1分、そして CPU なし、マシンすべて4ラウンドということで、最大でも4分の決戦です。個人戦なのでね、負けないですよ、風船バトルだし。ケイゴさんすごい上手だったからな頑張るぞ、いくぞ、負けないぞ、風船がいっぱい残ってれば勝てる。3、2、みんな同じところにいる、やだー、みんな同じところにいる。まずはアイテムが欲しい、いいアイテムが欲しい、いいアイテムが欲しい、やばいやばいやばい、危ない、後ろに投げるやつでやった、よしよし、できた、できた。あ、そうなんだ、押しっぱなしにすると前に投げれる、やばい、しっけ、ボウ頑張れ、バナナかな、怖いな、やばい、時間がない、時間がない、いない、みんなマックスいたけど私アイテムない。お、マックス何かが起こった、危ない、バナナの顔の滑るとこだった、危ない、この、あと1分しかない、あ、危ない、あ、1分難しい、何の出会いもなかった。あ、マコシが1点だけやられてる。最初にケイゴさんに会っただけ。最後ですよ。もう、めちゃくちゃ点数取らないと。1分間で。やばい。悔しいな。あと2点か。2回風船を潰す。2回風船を潰すぞ。よし。どうにかなる。3、2、近い、クソ、後ろにいる、さあ逃げよう、あ、でも反対向かってくれた、あ、今目の前にマークしてくれた、あ、やばい、投げちゃった、危ない、そしたら自分の緑の後輩に当たるんだ、どこだどこだどこにいる、よし、あ、クソ、ケイゴさんいた、あー、悔しい、あ、当てられた、悔しい、当てられた、あった。バック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 。ああ、いる、あそこにマコシがいる。マコシとケンコさんがいる。爆弾頑張れ。勝てるわけがない。またケンコさんにやられたんですか。もうどんどん点差が開いていく。点差が開いていく。どこだどこだ。いたいたいた。あ、マコシ。
回マコシでもいい。そうだ、ケイコさんから取らなくったっていいんだ、マコシでいいんだ。見てください。あ、終わっちゃった。あー、負けたー。ガクボロボロですね。はい、ということで次は集めてコイン個人戦ノーマルアイテム1分、 CPU なし、マシンすべて4ラウンドということで、こちらでやっていきたいと思います。今度はね、戦うんじゃなくてコインを集めるだけなので、いやでも最終的には人から奪うっていう風にならないといけないから、どうなるかわかんないんですけど、可能性はある。だって戦わなくていいんだもん、逃げればいい、コインを集める。行くぞ。あ、いっぱいある目の前に。行くぞ。あー、私のコイン、待ってコイン。よし、わ、マコシ1位だ。コイン、あ、よし、トン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 、トン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 。コインはどこにあるかな。下にある、この下にある、この下にある。コイン外に、右側、これは外はどうやって行く、上か。マコシがいるところにコイン、あと4秒しかない。くそー、あー、悠長にしすぎた。3枚。マコシ11枚。上手ですね。さっきの汚名返上。戦わなければどうにかなるって言ってます。殺さずだそうです。かぶりたい。ちやめてください。私がかぶりたいって言ったら隣でかぶってた。まずコインのある場所を見よう。あの、あ、あ、落ちるとこだった。右のやつを、そしてこの右にあるやつを取る。いっぱいいらっしゃる。怖い。私は今戦う武器を持っていない。この先にはコインはこっち。よしよし。この先にはある。6枚。まこし8枚。この先にもある。バックが下手すぎた。あ、大変だ。1枚のコインにすごい時間を取られすぎだ。バックバック。あー、取れなかった。くーそー、これが欲しかったんです。あー、悔しい。すごい、でも、ケイゴさんめちゃくちゃ追い込んでた。マコシが被ってる。はい、ということで、今回はですね、視聴者参加企画をやらせていただきました。そろそろお時間ということで、以上にしたいと思います。視聴者参加企画に参加していただきましたケイゴさん、どうもありがとうございます。ケイゴさんはなんと3つの試合全部に出ていただきました。あ、ありがとうございますって言います。お疲れ様でした。楽しかった。だって嬉しいです。ありがとうございました。あ、さっきラストにしますとか言えばよかったですね。またね、いいですね。またね。さっき言っちゃった。帰っちゃう。またねって言ってくれます。ありがとうございます。これ楽しいですよね、この会話。はい、あ、帰って行かれた。またねって言ったから。はい、ということで本日は、視聴者参加企画を行いましたけれども、皆様参加していただきまして誠にありがとうございました。また企画したいと思っております。このマリオカート以外にも動画を2本視聴者参加企画視聴者
参加企画入れた、はい、の動画を出しましたので見ていただければ嬉しいです。はい、では本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また見てね。バイバーイ。